天皇陛下は8月17日、東京都港区のサントリーホールにて、作曲家ヘンデルのオペラ、リナルドをご鑑賞されました。全3幕、4時間以上にわたるプログラムで、陛下は拍手を送られ、バロックオペラを楽しまれました。陛下はオペラ鑑賞を趣味とされており、芸術活動の奨励も兼ねて、毎年劇場に足を運ばれています。今回の公演は、指揮・リコーダー奏者の濱田さんが第53回サントリー音楽賞を受賞されたことを記念して催されました。陛下はご自身で演奏されることもお好きでいらっしゃいますよね。このようにお一人でごゆっくりと鑑賞される姿は、生き生きとリラックスされているようにお見受けします。陛下のこのようなお顔が拝見でき、本当に良かったです。ご自身も様々な楽器に親しまれておられ、ご一家で演奏を楽しまれることもなさっていますね。芸術の奨励に光が当たるのはとても素晴らしいことかと存じます。酷暑の折、お体にはお気をつけてお過ごしくださいませ。さすが音楽に造詣が深い天皇陛下、毎日お忙しいことと思いますが、ほっとされるひとときや笑顔になられる瞬間は大切ですね。国民としてこのようなニュースは嬉しく思います。今日はお一人ですか？オペラ鑑賞が陛下のご趣味とは知りませんでした。多趣味ですね。今年の夏はご静養を取りやめられたとのことですが、暑い日が続いていますので、お体を大切になさってください。天皇陛下はいろいろなお趣味をお持ちですね。お忙しい中での気分転換はとても良いことだと思います。まだまだ暑い日が続きますので、体調には十分にお気をつけください。また陛下ご家族の写真がない記事が多く感じます。写真もきちんとつけてください。オペラにも造詣が深くいらっしゃいますから、今回の公演も楽しまれたことでしょう。4時間は長丁場ですが、充実した時間をお過ごしになったのではないでしょうか。東京を離れてのご静養を取りやめたのであれば、せめてお好きなことをして日頃のお疲れを少しでも取っていただきたいです。
今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。